堺シュライクスファンの皆様方、ごきげんよう。私、シュライクスカメラマンのモジーと申します。本日は2月11日、毎週土曜に寮1階のジムでトレーナーを迎えてのトレーニングの様子をお届けするとともに、毎年恒例にしてやろうと思っています。独立リーガーの寮生活の模様を少しお見せしようと思っております。親御さん、そして独立リーガーになりたい選手の皆さんは特にご興味ありますよね。一応男子といえどもちゃんとオートロック付きでございます。そして当然まだまだ流行り病予防は常々心がけさせております。一応掃除したんでしょ。掃除してる。ちなみに部屋割りはどうなってますか。吉田さんと、安原くんと、怖っ。で、たつきさんと、ああ、でも綺麗好きそう。と自分です。あ、いけそう、いけそう。で、真ん中に、麻雀置いてます。え、麻雀置いてる。あ、麻雀部屋ね。いや、そんなにな、みんなこっちに二人寝てるんで。あ、今寝てんのね。寝てるんだ。静かに。安心した。はい、毎年恒例です。掃除当番もちゃんとございます。トイレは怖いな、けんの。ちょっとさっき見ます。ほら、どうですか、綺麗に使ってますよ。まあね、去年も言いましたけど、男の子の部屋なんでこんなもんですよ。怖いわ、これ開けんの。あー、よかった、全然。うわー、でもまあ嫌やけど俺は。あー、はい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 。いや、これはやめとこう。まだ一人かな。あ、誰もいないな。あ、いたいたいた。歯磨いて。これはやばい。いやー、取れるよ、取れる、ちゃんと取れる。綺麗な部屋、今しか撮れないので、もう多分2ヶ月後は多分撮れないと思うよ。汚すぎて。なあ、だいぶ綺麗にしたね。怒られたやろ、さすがに綺麗にせえ。さあ、また怖いけど。ほんま？あ、ほんまや。あー、全然いけるいける。あ、ちゃんとしてるじゃん。はい、堺シュライクスに預けてくれた親御さん、心配しないでください。彼らはちゃんと自炊をしております。あー、ギリギリセーフかな、これ。もう、あ、恒例の30号炊くのやってくれ。今年炊いて、今年も炊いてます。今年は体作りでプロテインも飲み始めます。そう、大きなってんもんね、体、明らかに。あの、写真見たら顔まん丸なってて。冬はオフで3キロって取ったんです。3キロに見えへん。なんかもうここが、胸が、はい、胸がすごい膨らんでる。やってきて、あの細い可愛らしい宮本君は。そうです、ちょっと肉ついてきた。二十歳やもんな、まだ二十歳やろ、はい、もう下にいじられまくってるような。やっぱりしました。まあ、あなたのキャラやからいいと思いますよ。確かに。おーいって言われて。いますよ。みんなに言われてますから。ここにあの森田と松本いかんじゃん。まあ、あなたがお世話になんねんから。あ、来やった来やった。おはようさん。あ、おはようさん。一応ね、こういうとこも見せておこうと思ってね。
まあ、去年も見せたんやけど。ああ綺麗綺麗、全然綺麗。あ、シャワーね、シャワールームです。まあお風呂ね、お風呂作ってあげたいんだよな。はい、さあここはトレーニングルームでございます。おはようございます。まあまあいいトレーニングルームやと僕は、他を見たことがないか分かんないけど、まあ、多少狭いけどね。今日2回目、2回目です。誰来てくれはんのかな今日は。川口それな、はい、川口さん、これめちゃくちゃいい体やからね。えぐいよな。あれはもうボディービルダーなんです。すごいわあの人の体、男が見ても惚れ惚れする。でもまあまあストイックやねんで、食べ物もすごい気使ってこの人。あ、おはよう、おはようさん。丹波くん両組、はい、えらい、あんたはえらいわ。すごいな、ちょっと勉強教えてもらえないですか。おい、宮本もう使ってください、これもう。いや、宮本、使ってください。白の食べ物は体にいいの。これお前使ってください、お前使ってください、こいつ。こいつもお前使ってください。全部。筋肉ないやん、よろしく。お前、おい、使ってください、ほんま。ごめん、ごめん、ごめん。いかんない。まあ、本気でやったら確実にお前、コテンパンにされる。間違いない。分からなかったらここで聞いていただいても大丈夫なので、一旦はちょっとあれやり続けてください。左肩大丈夫ですか？練習中とか言ってますか？時間がある日そこは見ていくので、前回マックス、デッドのマックスしてない人とどれぐらいいましたっけ？一旦これ一人で座って、ガリガリガリコンビ。きつそしたら普通に入りやすく。いい感じですね。だんだん部屋が汗臭くなってきましたよ。男臭くなってきました。限界突破やで。リミットブレイク、そう、リミットブレイクだよ。もう故障中。さあ頑張ってください、悲鳴を上げてください。全然リミットブレイクじゃないよね。まだあと3回やな、まだあと3回けどね。ラストに。いけ。ラスト。
ただきました。あ、足をね。なんで広げるんですか、この状態から。広げる、広げる。無理っすって、動かないっすもん。いい顔、いい顔してるよ。ちなみに何キロあるの？これは80。あ、これ両方で80。引いてるよ、お前引いてるよ引いてるで。これ何キロです？何キロですか？これ220？びっくりした。あ、余裕っす。余裕っす。いい顔なってるよ。マジっすこれさ。マジっす。最後。リミットブレイク。リミットブレイク。限界。まだやろ。まだ。はい、スローガンは？リミットブレイク。リミットブレイク。やった。今年はリミットブレイクです。これ大体45秒ぐらい。いい顔、いい顔してるよ。いった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 。で、反対の人たちは逆足組んで乗せて、なるべく自分が痛いところにあるでください。痛いところが自分の硬いところなので、これ今骨僕触ってるじゃないですか。この上の部分ですね。お、こういう動作で切らない変な声出てる変な声出てるあ、いい、まあ、動画にもさっき説明してるんでじゃあ、お疲れ様です。羨ましい。ここまでご覧くださったファンの皆様、本日もご視聴ありがとうございます。うちのトレーナー陣って本当に充実してるんですよ。楽しかった。選手たちが本当に羨ましい。実は川口トレーナーこんなものではないんですよね。もっとすごいな。高評価やコメントもぜひお待ちしております。